はい、どうも、マサルです。今ですね、最も稼げる職業が、プログラマーになると言われています。現にですね、有名な SNS サイトの Facebook ですね。 Facebook を創業したマーク・ザッカーバーグさん、有名な方なんですけれども、なんと総資産が3兆円になっていると言われています。マーク・ザッカーバーグ自体まだ30代前半なんで、もうむちゃくちゃ若くて大富豪っていうことになってますね。そして同じくツイッターですね。ツイッターの創業者ジャック・ドーシーさんという方なんですが、彼も総資産2800億円と言われています。有名なサービスの社長さんの年収ってなかなかわからないと思うんですけれども、むちゃくちゃ稼いでいます。そしてですね、この方ですね、日本ではあまり有名なアプリではないんですけれども、スナップチャットと呼ばれるアプリがありまして、それを制作した方です。スナップチャットの社長さんですね。なんと彼25歳で、総資産15億ドル、日本円で1845億円も、資産を持っていると言われています。もうむちゃくちゃお金持ちです。そんな彼らですが、性格とか年齢も違いますが、唯一共通していることがあります。それは、全員プログラマーであるということです。そしてですね、彼らのように社長ではなくてもプログラマーの年収は今本当に上がる一方です。年収だけでなくて労働環境も非常に恵まれています。例えば今流しているこの映像なんですけれども、アメリカのとあるベンチャー企業の映像です。もう本当に日本ではありえないような自由というか、すごくおしゃれで、ソファーが至る所に置いてあって、まあ、アメリカらしい感じなんですけれども、もう本当にこういう会社もアメリカだけではなくて今日本にもどんどん増えてます。もうそれこそ楽天とか、もう他にも名前が有名な IT 企業のエンジニアのオフィスっていうのはこういう風にどんどんアメリカみたいになってます。そんなプログラマーですが、プログラマーになるためにプログラミングをどうやって学んだらいいのかわからない方って結構多いのではないかと思います。プログラマーから直接学べない方は、おそらく自分で検索をして無料のサービスを探すか、または有料の10万円以上するスクールに入るかという、どちらかの選択しかなかったと思うんですね。こういった非常に高いスクールに入ることを迷っている方ももしかしたらいたかもしれません。しかしですね、今回この僕の方で紹介させていただく完全無料で2週間のウェブプログラミング動画講座では、無料で動画でプログラミングを学ぶことができます。そしてですね、実際に手を動かしてプログラミングしながら学ぶことができるというのが一番のこの講座のメリットになっています。そして、繰り返しになりますが、完全無料です。料金は一切いただかず、すべて無料でやっています。もしですね、興味のある方はですね、ぜひですね、ここのメールアドレスを入力していただければ、即始められますので、ご登録の方をよろしくお願いいたします。